はい、ですね、はい、今年の挑戦、どういうふうに、はい、ま、名前をつけるか、まずその辺、はい、どうでしょう。え、はい、はい、今年はですね、昨年までは大型ねぶた一台ということでしたけども、まあ、今年から、まあ、念願といいますか大型ねぶたがですね、2台ということで、非常に、まあ、嬉しく思っています。もう本当に、1台やってるのと2台やってるのとではその作業の環境というのは全く違いますので、まあ、今年も、まあ、挑戦の 年かというふうに思っています。で、まあ、昨年同様、青森青年会員所さん、そして、これまでですね、千葉作流先生が、長年制作されてきました、消防第2分団、ねぶた会、朝日ビール、の3の団体ということで、2台になりまして、まあ、消防さんからですね、お願いしたいというのがですね、実は今年になってからお話しいただきまして、1月の中旬かと思いますけども、まあ、一気にですね、環境が変化しまして、まあ、そこから、まあ、題材等々もまた一から考えてですね、まあ、今今日3月下旬ですけども、2月中にですね、下絵原画等々すべて整って、3月から部品制作、そして、送りの制作ということでですね、今のところ順調に、進んで、来ているように勝手に思っています。はい、まあ、2台となるとですね、まあ、プレッシャーが2倍になるっていうのももちろんそうなんですけども、まあ、1台で表現できないものを同じ年に別なねぶたで別な形で表現できるっていうのは、まあ、これは作る側としては非常に、まあ、嬉しいことでありますし、まあ、自分自身のですね、また別な枠での挑戦ということで、まあ、やっていくことができるかというふうに思っています。まあ、ただ、作ることで精一杯になるのか、納得したもので2台完成させることができるのか、まあ、それがですね、今の時期の仕込みの段階で、どれだけ余裕を持ってできるかというので決まってくるかと思いますので、今今日3月31日ですけども、明日から世間は新年度になりますが、まあ、私たちはですね、まあ、8月に向かっても1月から正月からですね、もう一直線でありますので、まあ、この4月いっぱいの1ヶ月でどれだけ、仕込みにを進めることができるか、そして、今のところですと4月29日に、ねぶた小屋ラスランドの方に引っ越しということで考えていましたので、それまで、まあ、頑張っていきたいというふうに思っています。まあ、実際、まあ、今もスイッチ入ってしまってますので、まあ、早くですねラスランドに入りたいというのが、今の最大の気持ちです。はい、ではそれぞれの、はい、団体さんのねぶたのテーマは、はいはい、あの、下絵っていうんですか、ねぶたの本と連動して、はい、どんなイメージでこの、はい、作られたというか、はい、下絵を描かれたか、はい、その辺などもちょっと教えていただければと思います。はい、まずですけども青森青年会議所さんのねぶたはですね、戦国時代の題材を、いただいて、まあ、戦国時代ですと織田信長とかですね、まあ、有名どころいっぱいあるんですが、今年はですね、免寿勝照という人物がいまして、まあ、そうそう目立っている武将ではないんですが、織田信長のですね、家臣の柴田勝家、その柴田勝家に仕えた、人物なんですね。で、まあ、そうそう調べてもあまり出てこない人物なんですが、まあ、25歳の若さでですね、亡くなるという人物なんですけども、まあ、その免寿勝照がですね、柴田勝家のを名乗ってですね戦いに出ていく、
そして、まあ、死んでいくというストーリーなんですが、まあ、誰かのために自分を犠牲にしていく、まあ、そんな生き方というか、そんな若い人が、まあ、その当時は当たり前だったと思うんですが、まあ、それをねぶたにしたいと考えたわけですね。でただその免寿勝輝という人物が亡くなるときにですね、柴田勝家の馬印というのがあるんですが、まあ、何かに勝ったときに掲げる旗でも何でもいいんですけども、ね、柴田勝家の、馬印が金の御幣なんですね。その金の御幣を掲げて、俺は柴田勝家だと、その金の御幣を作りたくなったというのがあってですね。でなおかつ、今年青森青年会議所がねぶた出陣して50周年を迎えます。節目の年ということで、これまで50年間それぞれのねぶた師がいて、それぞれの青年会議所の理事長がいて、それぞれのねぶたの実行委員長が50人いるわけですね。それぞれのその時々の青年たちが掲げてきたその思いが今50年という、まあ半世紀を迎えるわけですので、まあ、そこに金の御幣を建てたいと、まあ、そういうふうに今勝手にですね、思いを絡めてですね、そのねぶたを作るという経緯に至ったわけです。ですので、原画がありますけども、免寿勝輝が金の御幣を掲げて、でその隣にはですね、その柴田勝家が、自分自身がこれからまた戦に行くぞ、戦いに出るぞという場面を描いています。そして、青年会議所の送りですけども、まあ、織田信長をですね、配置しまして、そして、まあ、織田信長の前にもあります人生50年、まあ、そこに、ねぶた出陣の50年というのを掛け合わせてですね、まあ、一つのテーマとしたわけであります。そして、まあ、今年から引き受けましたけども、消防第二分団ねぶた会アサヒビールのねぶたですが、布引きの滝、悪源太義平という題名ですけども、まあ、よくねぶたになる題材です。まあ、鎌倉時代の源平時代のですね話でありまして、まあ、悪源太義平、源の義平ですけども、まあ、雷神となってですね、難波常房という人物を、焼いて殺してしまうという、まあ、そんなシーンなんですけども、まあ、この絵はですね、まあ、先ほども言ったように1月の中旬に、二分団さんからねぶたの制作の依頼を受けて、まあ、そこから探していくとなるとですね、まあ、結構時間かかっていったわけですけども、ただ今回端的にですね、これまで千葉先生がもう二十数年作ってきた団体でありますので、何かこう団体に対しても、これまで作ってこられた千葉作流先生に対しても、何かこう敬意を表せればと、まあ、そんな気持ちに至ってですね、それであれば千葉先生が二分団で作った時の題材を作ってみたい、まあ、そんなことを思ってですね、布引きの滝、悪源太義平を作る、まあ、そういう経緯に至ったわけです。まあ、雷神がですね、雷神と化した義平が、まあ、稲光を走ってですね、まあ、焼き殺す、まあ、ちょっとこう逆さまになった難波常房という人物が、向かって右側にいますけども、まあ、逆さまになる人物を作るというのはちょっと難しいんですが、まあ、そこに、挑戦できればというふうに思っています。まあ、そして送りにはですね、布引きの滝ですので、背面には滝をですね、長く配置して、そして真ん中には、お不動様となった、義平をですね、歌舞伎町で、表現したいというふうに思っています。まあ、不動様もですね、私もここ数年前から、進行し始めていまして、まあ、昨年もですね、千葉県の、まあ、浦安に行ったついでというと申し訳ないんですが、
成田山新勝寺の方にまた、お参りしてきまして、まあその結果がですね、今年またこのように台数増えたとかですね、そういうふうに結んでいったのかなというふうに勝手に解釈してますけども、まあ、そこに不動様に感謝するということも込めてですね、お不動様を配置したわけです。まあ、ですので、今のこの段階では、ねぶた小屋に入る前までに、それぞれ2台のですね送りを、仕上げて、入れればというふうに思っています。はい、マントの方の、はい、部屋というか、もう決まってるんですか、位置が。位置はですね、昨年と同じですね。小屋同士は離れるんですけども、うんうん、同じ並びに立ちますね。そうしますと、スタッフの方々はどういうふうに、はい、そうですね、スタッフは、まあ、今まで、引き続きのスタッフ、もちろんですけども、まあ、その中でですね、やっていくしかないわけですので、まあ、でもそれぞれ、2台になったことをですね、報告したらそれぞれが、それぞれでまた動いてくれてまして、なんとか今のところ、順調に来てます。ただそれぞれの団体のですね、大上げの日がですね、同じ日で7月の15日なんですけども、その日2台が上がるということで、時間はずれ、時間は青年会議所はおそらくお昼前後、二分団さんは夕方だと思ってますけども、それ聞いてほっとしました、取れないとと思ったんですが、わかりました。あと今度各師匠さん、はい、からコメントか何かはいただいたんですか。そうですね、二分団さんから一台いただくということで、まあ、内山先生、そして千葉先生で、まあ、私と3人でですね、まあ、話し合うまでもないんですけども、引き継ぎますということで、そういうこともあってですね、まあ、あとはもう私本人の問題ですので、やっていくしかないですね。本当に素晴らしいことだと思います。はい、やっぱりこれから伝承やせるその技を磨きながら、はい、後輩の方々に、なんていうんですか、伝えていくというか、はい、そしてもっともっと今以上に盛り上げて、ねぶた祭りを、はい、流星盛んにしていくという、はい、そういう、ね、もう使命、もう嫌だって言っても避けられないというか、そうですね、はい、まあ、はい、今の、まあ、段階でですけども、まあ、ねぶた師というのは、ねぶた、いいねぶたを作るというのはもちろんかもしれませんけども、やっぱり一番はですね、伝えていくことなんですよね。まあ、技術というのはどうなんでしょう、年数重ねていくと何かこう積み重なっていくものがあって、技として自分自身には残っていきますけども、ただ後継者を育てていくっていうのはですね、誰でもいいっていうわけでもないですし、まあ、これがずっと続いていくっていう、まあ、思いがあるからこそ、まあ、つなげていかなきゃいけないんですけども、まあ、そこにいたのはやっぱり私たちもその中で育てられてきているそういうシーンにいますから、まあ、これは絶対どっかで捉えてはいけないことですし、まあ、最大のそれは使命だと思ってますね。ですのでもちろん賞を取るっていうのは嬉しいことかもしれませんけども、それ以上にもっと大事なやるべきことっていうのはやっぱり後継者を育てていく、それだと思ってますね。はい、あと他に言いますか。はい、今度はねぶただけでなくて何でも聞くんですけども、はい、まあ、あとはですね、まあ、個人的なことですけども、はい、まあ、昨年12月のですね、27日に、第一子が男の子ですけども生まれまして、家族3人でですね、今はワイワイと四天抜刀のところもありますけども、まあ、ただその中でもですね、さらにまた仕事のやりがいといいますか、それを感じていますので、まあ、今年のねぶた祭りはですね、まあ、3人で見に行ければというふうに思っています。
遠い将来の話だと思いますけれど、はい、ねぶた作ってみたいってもし言われたらば、どうされますか？そうですね、はい、まあ、本人の意思には任せたいと思ってますけども、まあ、断る理由もないですし